東京都知事候補者。無所属。舛添要一。六十五歳。東京大学法学部卒。東京大学助教授を経て、参議院議員。安倍、福田、麻生内閣で、厚生労働大臣を務める。では、舛添要一さんの政見放送です。 この度東京都知事選挙に立候補いたしました舛添陽一ですまず2020年にこの東京でオリンピック・パラリンピックが開かれる本当に嬉しく思いますみんなで力を合わせて史上最高のオリンピック・パラリンピックにしたいと思っております1964年の東京五輪の時は私は高校1年生でした まあオリンピックのおかげで、本当に世の中、明るくなって豊かになった。今でもよく覚えています。今の日本、これもう20年にわたりまして、デフレが続いて、本当に苦しんできました。ところが今、経済には明るい兆しが見えてきています。このオリンピックということを大きな目標に掲げて、万全の準備をして、世界の人々をお迎えして、東京の魅力っていうのを、 世界中に発信してていいきたいとそう思っておりますしかし皆さんもし東京を直下型の地震が襲う、まあ、どうなるんだろうかと私は心配でなりません東日本大震災で被害を受けました東北何度も行きましたけどもう本当にその惨状にもう声も出なくなってしまったわけでありますマグニチュード7クラスの 直下型地震がもしこの東京を襲ったら、ですねこれ、30年以内に7割の確率でそれがある、そして亡くなる方が2万3000人、被害が95兆円、95兆円というのは国家予算の1年分なんですね、都民の生命と財産を守る、そのためにきめの細かい防災対策をいたしまして、危機管理体制を整えたいと思っています。東京を大災害に打ち勝つ町 世界一安心安全な都市にするために全力をあげたいと思っておりますさて私の政治の原点は実は母親の介護なんですまあ認知症で苦しんだ母親の介護のため東京都九州7年間遠距離介護してはもう大変に苦労いたしました厚生労働大臣になりましてその体験を背景に介護医療年金雇用全力を挙げて改革に取り組んでまいりました まあ、安心して子育てができる東京にしたいと思いますお医者さんが足りませんでしたからね一生懸命大臣の時にお医者さんの数を増やしました介護の問題も一生懸命やりました出産子育てお仕事医療介護年金こういう社会要請は本当に私たちに身近な問題なんです厚生労働大臣やりましたからその体験を生かしましてさらに改革を進めたいと思っております またあの治安対策というのも非常に重要だと思います。犯罪増えてますね。何とかして皆さんの街の絆を生かして安心して暮らせる街東京。世界で一番治安のいいの東京ですから。このトップの座を守りたいと思っております。さてエネルギー問題なんですけれどもまああの大震災の後事故ありました。福島に何度も私参りました。やっぱり原発についてはですね長期的には原発の依存というのは やっっぱり減らしてていいきたいと思ってますそして短期的には安全確保とこれがやっぱり一番重要だと思ってますそして電気がなきゃ私たちの生活は成り立ちません東京は日本で一番電力を消費する街なんですだから私たちは福島とか新潟で電力作ってくださってるところにいつもお世話になっている自分たちなんかできないんだろうかと消費者である私たちもなんかしたいところがですね東京の この自然で生まれるエネルギーというかそういうですねその再生可能エネルギーは実はまだ約6%全体のエネルギーの中でしか使ってないんです頑張ってみんなで20%まで再生可能な自然エネルギーにしませんかぜひしたいと思いますそういう努力を私は皆さんと一緒にやっていきたいそして今日本は長い長い不況のトンネルを抜け出そうとしています しかし今経済の国際競争が非常に厳しくなっております日本も技術革新を進めて本当に生産性を上げなければ世界に負けてしまいます幸い東京には技術も人材も世界一こういう企業がたくさんあるんですねその力を最大限に発揮できるように東京をですね国家戦略トップにしてそして他の日本の地域に先駆けて 大胆な改革を断行して東京から日本を変えたいそう思っております都民の皆様があ,あ東京に生まれてよかったな東京で生活してよかったなそういうことができるような世界一の都市東京を目指したいと思います都民の皆様どうか熱いご支援をお願い申し上げます東京都知事候補者 無所属増添陽一さんの放送でした。